三浦政治は日本の教育者。北海道先住民族であるアイヌへの差別が依然として残っていた大正期の北海道釧路においてアイヌの児童たちの教育に心血を注いだ。アイヌに携わった期間はわずか3年だが、その3年の間に学校の生徒のみならず、アイヌの人々の人権問題にも勢力を注ぎ、アイヌの立場に立って人々が平等に生きることを望み、 多くの迫害に遭いながらも、人々の生活向上のために、精力的に活動を行った。大正中期のアイヌへの差別に対して、最も抵抗した和人の教育者の一人とされる。1880年5月、宮城県東田郡北浦村の農家で誕生した。小学校を卒業後、家業を手伝いつつも、将来は学問で身を立てたいと考えて、塾に通って、勉強を続けた。 やがて塾で、ウィリアム・スミス・クラークの存在を知り、クラークの言葉、ボーイズ、ビー・アンビシャスに感動したことから、クラーク博士が、教団に立った札幌農学校で学びたいと、願うようになった。八百九十六年九月、小学校の代用教員となった。ここで、学校の近所の寺の住職と親しくなり、その住職の息子が、北海道くっちゃんの寺で住職をしていることから、 寺の手引きで北海道に渡る機会を得た。1898年8月、三浦は北海道くっちゃんに渡った。しかし、札幌農学校の受験には中学卒業の資格が必要と判明して、その資格のない三浦は受験を断念せざるを得なかった。三浦はくっちゃんの住職の紹介で教職を得て、くっちゃんの尋常小学校に勤めた。この不妊中に、 聖書の売人が学校を訪れ、三浦は好奇心から新約聖書を購入し、これがキリスト教徒の最初の出会いとなった。1905年に結婚。1907年に石狩高岡小学校の校長となった。同校の生徒に北海道で伝道していた無教会主義キリスト教徒の浅見千作の子供たちがいたことから、三浦は先見と深い交流を持ち、 キリスト教に本格的に惹かれ始めた。また当時、内村肝臓が伝道で札幌を訪れており、先見の紹介により、札幌で行われた内村の聖書研究会に参加した。三浦は札幌農学校でクラークに直接教えを受けた内村に大きな影響を受け、彼の生き方が決定したと言えた。1913年、利尻島の靴形村、 宮古陵小学校に転任した。この利尻での生活においては、キリスト教の研究に熱心に取り組み、キリスト教関連の集まりも頻繁に開催した。三浦の長女は内村肝臓と深い交流を持ち、長女の結婚式では内村が東京から出向いて、詩式をした。内村との所管のやりとりや、利尻を訪れた宮部金吾やヒロイ・サも、三浦に強い影響を与えた。 特に宮部は三浦にとって内村と並んで最も敬愛する人物の一人となった。この宮部からの影響が契機となり、古両省の校長を務めていた。当時の1917年7月、三浦はキリスト教に入信し、札幌独立キリスト教会に入会した。三浦はキリスト教を通じて偉人たちの存在を知り、特にアイヌのための生涯を捧げた。 イギリスの宣教師、ジョン・バチェラーに大きな感銘を受けた。また、リシリを視察に来た北海道庁の役人からアイヌの子供たちの生活や教育の実情を知った。当時、日本ではアイヌは土人と呼ばれて下げ住まれていた。三浦は、バチェラーのようにアイヌの子供たちに教育を普及させることを決心し、差別のない平和な社会を築くことこそを、 自分の使命と信じた。アイヌへの迫害を防ぐことを自らの使命と悟った、三浦の決意は暗黒を巧妙に導くことこそ、私のこの世に使わされた使命と知るようになったと書き残されている。釧路春鳥人情小学校三浦は、アイヌの住むカラフトへの赴任を希望していたが、意に反し、釧路への転勤の命令が下った。三浦は、学校長らに訴え、 アイヌの古壇のために設立された学校として、1923年、釧路市春鳥の春鳥人情小学校に転任となった。三浦はこの時、これからは最後の仕事として、アイヌ民族と共に一生を終わろう。もう再び普通の小学校へは戻らぬぞと、生涯、アイヌの教育に尽くす心情であり、伝聞に、聖書と信じて、アイヌ教家のために一心を捧げんと書いた。 同1923年5月、三浦は、妻子と共に、釧路に到着し、春鳥人情小学校に赴任した。春鳥賞は、三浦と同郷である、アイヌ教育者の A 級、安秀次郎が教員として務めた学校であり、三浦の赴任当時は、A 級保は隠居して、学校近隣に住んでおり、三浦は、A 級保から、数々の世話を受けた。春鳥賞は俗に、 土人学校とも呼ばれ、当時のアイヌの個端のために設立されていた、全道十二の学校のうちの一つであり、生徒数二十八人、教員は三浦ただ一人であった。アイヌの学校は1九百一年に、北海道旧土人保護法のもとに設立され、当初、和人児童より一年遅らせて七歳から、就学、教育年数は和人の六年に対して四年、教育科目を減らし、 家庭の業務を手伝うべしなどの差別規制があった。世論の抗議により1913年に規制が廃止されたものの、アイヌへの差別は依然として存在しており、経費は不十分、教材も教員も不足しており、その一切を保護者が負担していた。春鳥省での授業風景春鳥省を背に、三浦政治と生徒たち三浦は不妊早々、生徒の欠席が非常に多いことに驚いた。 一時間から二時間の遅刻も日常茶飯事だった。これには当時、アイヌの子供たちが生活のため、どうしても家庭の手伝いが必要という事情があり、その理由を理解した三浦は、子供たちの遅刻や欠席を決して責めることはなかった。そして校長室の事務机を教室に運び込み、登校の困難な生徒たちのために会話の時間をできるだけ作るよう心がけた。 生徒たちはすぐに、三浦と打ち解けた。三浦は、生徒たちが勉強を嫌っているわけではないと考えて、親たちに対し、できるだけ登校するよう呼びかけた。子守りをしなければならない生徒には、その子供をおぶってでも登校させるよう勧めた。ある時には、頻繁に、朝食抜きで登校する生徒の一人が、空腹に耐えかねて、昼時に帰宅し、ほとんどの給油が、 弁当なしであったことから何人か分のジャガイモを蒸して学校へ持参した。三浦がそれを見つけて事情を尋ね一同の食事の事情を知るや一旦帰宅して生徒全員分のジャガイモを持参してきてみんなで食べた。家庭の手伝いの優先のために勉強ができない生徒悪さをしたり迷惑をかけたりする生徒たちを決して叱ることはなく優しく指導した。一方で 和人の学校の生徒たちが遠足で、春鳥を訪れ、春鳥賞の生徒たちを、アイヌ、アイヌと馬鹿にしたところ、三浦は、春鳥の生徒たちを整列させて、和人の学校の方の教員を睨みつけ、我ら中良なる、日本親民なるぞ、アイヌを馬鹿にするとは何事ぞと怒鳴りつけた。生徒の一人はこのことを後年、あんなに怒った先生を、初めて見ましたと語った。春鳥賞は、 他のアイヌの学校と同様、設備や教材が乏しく、到底学校として機能している状態とは言い,い、がたかった。習字のための筆や墨もないので、三浦が私費でそれらを購入して、生徒たちに与えた。三浦は、こうして、差別を強いられたアイヌの立場に立ち、アイヌたちが和人の中で和人と平等に生活できるよう尽力した。そのためには、 役所や社会との衝突も辞さなかった。1924年1月の三浦の日記には、アイヌへの迫害に対する大変な怒りが伺える。小直下りて、青年の耳またぞろたこよらん共存共栄の声は、確かに良くても、ガリガリ亡者の大きいお救済の不能形式一点の、この世に処するはしなんなり砂原に森林を調量がごとし、象徴を同戦象徴を同戦。 三浦誠事の日記、松本1977、ピアニッシも9798より、引用1923年12月、三浦は、釧路市により、土人補導員に任命された。これは、アイヌの家庭を訪問し、生活状態の真相を把握し、保護救済の必要な家庭には相応の措置をするという役割である。三浦は、 アイヌを現状まで追い込んだ原因を取り除くべく、その任務を引き受けた。翌1924年より、三浦は教職の傍らで報道委員としての活動を始めた。約半年間の活動で、粗末な地、食料、衣類など、和人と非常に異なる生活の実態が判明した。アイヌに農耕地として与えられた土地も到底、農耕に役立つとは言えない代物であり、 作物の不出来に失望して、孤反を去る者も、非常に多かった。このアイヌの実情には、三浦自身が涙するほどであった。1924年正月には、貧なれば幸いなりと信じても足らぬは中を、かこちけるかなと短歌を詠んだ。貧しいのは不幸ではない、幸福と信じても、ここまで不足では、との嘆きを詠んだ歌である。同1924年6月、 利尻島時代に、三浦に、大きな影響を与えた一人である、宮部金吾が、春鳥の三浦の元を訪れた。三浦は、自身の敬愛する人物として、宮部を歓迎し、虐げられているアイヌたちの救済について、熱く語り、宮部を感動させた。春鳥町の生徒たち、宮部の訪問を機に、他の地域の学校関係者、役人たちが釧路を訪れ始めた。 三浦は彼らを学校へ案内したものの、興味本位で、アイヌ民族を見物したいと、子供たちにカメラを向ける者も,もいた。三浦が一同を応対したり、一同が児童に質問したり、児童を撮影するたびに授業は中断された。三浦にとってそうした者たちは、招かれざる、来客と言えた。中には、アイヌの児童と話をするとき、臭いものを避けるように鼻をつまむ者や、 体毛を調べようとして、服の中をまさぐる者すらもいた。アイヌを知ろうとする、アイヌは人と言いながら、実際にはアイヌを嫌をする彼らに対し、三浦は、この当時の怒りと悲しみを、後の1926年8月25日の日記に以下の通り綴った。霧をついて、自動車が来るアイヌを訪ねて、人は来る何の醸造アイヌは人だ言うて、それを、 いや、不可哀想な彼らの姿や写真に入れられた理恵にも、描かる何の醸造な何の醸造、三浦政治の日記、松本1977、ピアニッシモ、1405より引用三浦が、土人補導員として、丹念に制作した報告書は、役人を脅かすほどの迫力に満ちたものであった。しかし、その報告書も、役場に受け入れられなかった。 午後に指定されたのはわずか9個であり、残りは不合格の印が押された。三浦は、歩道委員として、役割が無意味だったことを痛感して、1924年7月に、その任務を辞職した。役所からは、辞職を思いとどまるよう言われたが、三浦は、その遺留を叩き返した。三浦は、土人歩道委員を辞職した後も、独自に活動を開始した。 土地問題の解決に奔走。病人には、医師の圧戦大体地の請求のための手続き、戸籍の作成など、アイヌたちのために親身になって取り組んだ。教員としては、登校できない生徒のために、夜間授業を行った。1924年9月の日記にも、夜は一生懸命に、アイヌの児童を教えたのであるとある。昼夜を問わない、努力の甲斐あって、 生徒たちの成績は次第に向上し始めた。しかし学校では依然、休場が続いていた。三浦は連日、市長に出向いてその休場を訴えたが、そうした三浦の態度は次第に役人たちから敬遠され始めた。三浦は意を決して、1924年3月、学校の環境改善のために、釧路市長宛に上申書を提出した。校庭は、 凹凸が多くてその役割を果たさないこと、排水溝がないために、雨水が流れ込んで非常に不衛生なこと、モンスないこと、古典以外のほとんどの前後に伝統が普及している。当時にあって、学校には電話も電灯もないことなど、学校設備の不十分を訴える内容で、54ページにも及ぶ膨大な量のものであった。この上申書による訴えも、市長側には受け入れられなかった。 そしてアイヌの生活や教育の環境の改善を釧路市長へ訴え続けたことで、三浦はアイヌたちの信仰を集める一方で、市長との関係はさらに悪化を始めた。三浦は上申書が受け入れられなかったことに、悲嘆しながらも内村肝蔵の教えを心の支えとして学校設備購入のために私費を投じた。1924年10月の日記には市長へ行った。 いつものように私学は、花での挨拶会計の方では、何でも跳ねつけるのであった。店に行って、ストーブを注文したり、また遠藤その他を注文して帰ったとある。こうして費やした額は、三浦の年収の3分の1とも言われる。学校に費やす費用がすべて、三浦の負担となったことに加えて、この1924年12月には、本来あるはずの商与の連絡もなかった。 アイヌ教育に死費を費やす三浦は、次第に貧窮に追い込まれた。1924年末の日記には、四女が日曜学校へ行った際に、アイヌだとて笑われたということである。貧困のためにろくな支度もできぬゆえであろうとある。他にも、お修儀もできぬ、選別も、病気見舞いもできぬのである。 作った店払いもいかんかと思うのであるとあり、翌1925年正月の日記には、恒例の餅をやめた家の符は、それらしきものを作って子供等に食はしたなど、衣食すべてにおいて貧窮極まった様子が述べられている。そうした球場にもかかわらず、三浦は、キリスト教の信仰のもと、迫害もまた感謝である、感謝の心なくしては、 神の愛は望み得ないと日記に述べた。三浦の休場は、新聞で取り上げられることとなり、釧路新聞1925年2月14日号で、虐待されたる、土人教育課、春鳥小学校長の休場、賞与も建て替え金もくれぬと題して、三浦が大家族にもかかわらず、賞与が支給されず、 学校のために私費を投じているために貧窮に追い込まれていることが大々的に報じられた。その記事の大きさにむしろ三浦本人の方が驚くほどであった。しかし記事内容の一部に誤りがあったため、三浦は釧路新聞編集長宛ての手紙でその訂正を求めるとともに自身のアイヌ教育に対する信念を吐露した。これもまた新聞でに取り上げられ、 同1925年2月17日号で土人教育に順ずる首都の意本市の記事を肯定し、三浦校長書信を述ぶと五段抜きで掲載された。この報道は様々な反響を呼んだ。釧路市長はこの新聞報道に対して数度にわたって三浦を呼び出して質問したが、三浦は同じることはなかった。同1925年2月18日、釧路新聞の 天聖人語において、三浦の熱意、アイヌ教育への貢献、アイヌの虐待の理不尽さ、釧路市長の三浦への対応の不親切さが訴えられた。この記事を読んだ釧路市民たちからは、金銭的な援助、励ましの言葉が相次ぎ、アイヌからは感謝の言葉が送られた。さらにアイヌの一人を名乗る人物から、あまりの新卒さに大いなる敬意を表しで始まる。 分厚い手紙には、三浦への共感が鋭く述べられており、三浦は、アイヌだけには理解してもらえたと、涙ながらに手紙を読んだ。1925年末、市長は三浦を呼び出し、60円を取り出して、来年の年末賞与まで、これを貸す、年末賞与と思えと言い放った。これは、アイヌ保護の活動をしている三浦に対して、給料を払うのも惜しいから、 借りたという気持ちでありがたく、これを受け取れとの意味であった。三浦はその金を叩き返したい思いであったが、家族の生活や学校設備の費用のことを考えて、なくなく受け取った。三浦の活動は依然として、市長に行けば厄介者扱いされ、役所からは応募と見られているようだった。しかし三浦は、差別のまかり通る世間を、この世は不純であれば受け入れられる。 腐り切っている年、嫌われても神に褒められるような仕事をしてゆこう、アイヌの子供たちがどんなに素晴らしいか、事実で示そうとの決意だった。春鳥の住民たちからの抗議を報じる、釧路日日新聞の記事1926年8月、三浦は突如として、厚っけし軍大田村の和人児童の学校への転任を命ぜられた。三浦は市長に駆けつけて理由を問うと、 給料を催促したのが悪いとの理由であった。実際に、三浦の月給は、毎月21日に支払われるはずが、翌月中旬になっても支払いがなかった。三浦は、市長や市学に、不当な転任命令であることをなじったが、聞き入れられることはなかった。春鳥の人々もこれには憤慨して、留任運動を起こし、新聞にも投書し、 釧路日日新聞の同1926年9月5日号で、三浦校長の不意転任に対し、春鳥住民爆発すと報じられたが、役所を動かすには至らなかった。転任先は新設校であり、三浦は6人の子供がいたことから、子供たちを連れて転任することは困難に思われた。そこへ、春鳥のアイヌの人々が、自分たちが子供の面倒を見ると申し出た。 三浦は子供たちをアイヌに預け、夫妻と幼い子供のみで、惜しまれつつ、春鳥を去った。この時の三浦の複雑な思いは、アイヌ村を追い出されて十字架を置いて荒野に一人、佇むと短歌に読まれている。また当時の新聞史上で、その無念さを、アイヌ族を知りたげり、社も全部の身代わりとして、小生も彼らによってシスコといささか本会の至りに、ござろうと語っており、 食材の信仰と強い決心を持って、アイヌの教育に当たっていた心情が読み取れる。大田村では、教職の傍らで、夫婦喧嘩の仲裁や、ブラク民の争いの仲裁などで頼りにされた。一方では1926年冬に、春鳥を追われてからの苦闘の模様を、荒野に追われてと題した書に書き上げて、自分を春鳥に戻すよう運動を続けたが、道場からの拒否に会い、 その願いが叶うことはなかった。1927年末には家族が一緒に生活できるようにとの友人の取り計らいにより、箱館の新設校である大森小学校への転任が決定し、別離した家族たちが箱館で一緒に暮らすことが可能となった。翌百二十八年、三浦は釧路を去った。の作業にはアイヌの古の人々の協力があり、 釧路を立つ日、古壇の代表者は涙を流して、三浦を見送った。三浦はその後も、アイヌ教育を望み、日高のアイヌ学校の勤務を希望したが、これも認められることはなかった。1932年には、恵まれない子供たちのために、夜学校である高砂小学校に転任した。教職の傍らで、聖書普及販売や、函館の貧民靴にも、 頻繁に訪れるなど、その後も生涯にわたって、人間の平等を訴え、貧しい人々のために尽くした。教会関係者とも交友を持ち、当時の函館教会の牧師であった、熊野義隆の聖書講義にも出席した。1962年6月10日に死去した。なお、春鳥人上小学校は、三浦学士郎を去って間もない、1931年に廃校した。 生徒たちの大半は別の小学校へ収容され、和人の生徒たちと混合教育を受けることなり、そこでまた新たな差別に会うことになった。1970年代に、釧路でアイヌ連帯運動が広がり、釧路やアッケシュの歴史教育者協議会の教育者やアイヌの人々の協力により、アイヌ民衆史講座が開催され、ここで三浦の功績が取り上げられた。 1976年8月19日には、NHK 釧路放送局で、三浦の残した記録をもとにした番組、春鳥人情小学校古典での一教師の記録が放映された。翌1977年1月20日には、歌たり協会釧路支部により、春鳥の三浦の教え子たちの声が収録され、NHK ラジオ第一放送で全国に向けて放送された。 さらに、アイヌ文化伝承者の山本助の先住民族であるアイヌの開拓の功労を評価するべきとの発言を発端として、アイヌと和人の協力のもと、三浦の賢賞費混流のための運動が開始された。そして、宇多利協会釧路支部の総会において、永久、安秀次郎の賢賞費と並んで、春鳥賞跡地に三浦の賢賞費を混流することが決議された。 三浦政治検証費の一歴史教育者協議会と、うたり協会により実行委員会が組織され、さらに個人も加わり、釧路の繁華街で署名や募金活動が行われた。街頭では、三浦の教え子やアイヌの人々が多数、アイヌの清掃をして、検証費混流を訴えており、これは釧路の歴史が始まって以来のことであった。山本助の追い、 アイヌ文様死終家の地カップ三重子の兄である、元北海道うたり協会の釧路市部長の伊賀、久幸も、混流のために尽力した。1977年11月23日、春鳥小跡地の釧路市春鳥生活館に、三浦聖治検証費が混流された。教え子や関係者たち80人が囲む中、アイヌと和人の連帯を象徴する意味で、200羽の鳩が、うつろに放たれた。 内村肝臓は三浦宛に5通の手紙を送っており、2021年5月にはこれらの手紙が春鳥生活館に保存されていることが確認された。この中には内村の友人が寄付を申し出たことを記した手紙もある。愛の民族の教育環境向上を目指す三浦にとっては大いに励みになったと推測されている。 三浦の春鳥でのアイヌ保護活動はわずか3年間だが、三浦はアイヌとの間に強い信頼関係を築き、その存在はアイヌの心に強く焼き付いた。春鳥を去るときにアイヌの人々が三浦の子供の面倒を預かって面倒を見たことからも、三浦とアイヌたちの間には強い絆ができていたことが伺える。没後の1975年に、 釧路アイヌ文化懇話会会長の松本成美が、三浦の調査のため、三浦の教え子であるアイヌの人々を集まりを持ったところ、人々は急な依頼に驚いたものの、三浦のためと聞くや、躊躇なく協力した。三浦自身は、釧路を去る際に、自分を応援してくれた釧路日日新聞の社長宛の手紙で、アイヌのために何かしたいと思ったが、満足なこともできなかったと述べ、 自分のアイヌ教育が失敗であった旨を述べていた。日本キリスト教団朝日川豊岡教会の牧師で、ある、福島常夫は、三浦の言葉通り、見るべき成果は挙げられなかったことを認めつつも、三浦の教えを守って生きるアイヌがいることから、教育に失敗したという結論は、早すぎるとしている。ハルトリーでの石踏みの建設もまた福島は、三浦を媒介として、 釧路のアイヌと和人の理解と連帯との道が築かれた点において、三浦の教育が失敗とは、言い切れないことの裏付けの一つとしている。碑文には、三浦政治のハルトリコタンでの活動は、アイヌ民族との連帯を築いていく上で、不滅の光を放つものでありますと刻まれている。ありがとうございます。